はい、重田選手判定勝利おめでとうございます。ありがとうございました。ちょっと今試合振り返って、はい、ちょっと今なんすか気持ち聞かせてもらっていいですか。気持ち、まあいつも練習してるんで、はい、当然かなって思ってます自分では。ただフィニッシュして勝ちたかったなって思ってます、はい。確かにね、あの展開だったらやっぱり見てる方もフィニッシュ期待し続けながら見てたと思うんですけど、はい、ちょっと殴りつかれちゃいました。あ、確かに1ラウンド目 ね、はい、からね止まると思ったんですけど、なかなかやっぱ止まんなくて、あ、これ殴って止まんないってことは2ラウンド目3ラウンド目も相手動いても止まんないんだろうなって思って、だからやっぱ温存しといた方がいいかなって思って、コツコツって感じでしたね、はい。まあ、本当にライカ選手はやっぱ元ボクサーということで、はい、やっぱ必要以上に打撃をつき合わせ、そうです ね綺麗に、ね、シングルレッグ取ってテイクダウンしてましたね。はい、なんかこうやっぱ普段強い人たちとやってるのでもっとこう切られるかなって思ってたんですけど、うまくいってよかったです、はい。1ラウンド目に何か入ったら何かこうちょっと膝下ぐらいはバーンって綺麗にスルッと入ってね。あ、そうですね、それは作戦でありましたね。すごい上手だなと思って、はい、ロータックルで本当にレスリングの技っていう、はい、感じで2ヶ月前から準備してましたね。でもこういつものあのバック投げも出ましたしね、はい、うわ来たって思いましたとか思ってチャンス到来チャンス到来とか思って、でなんかやっぱこうバック投げて叩いてわざと立たせてもう一回投げるっていう練習もしてたんで、わざと立たせて投げましたまた、はい、ちょっと作戦通りです、ね、2回投げるってなかなかね、もう立ったら投げるし立てなかったらつけるし、うん、はい、そこが自分の強みなんで、そうですね、はい。でもバックチョークまではなかなかやっぱこう取られてて、頭痛のせいで頭痛のせいで頭痛のせいでダメでした、すいませんでした。まあね、ちょっと雨降らないことをね、はい、次回は次は晴れて、晴れてですね、ちょっと気圧がねちょっとちゃんと落ち着いてる状態でね、そうですね、やってくれた方がいいのかなって感じですよね、はい。まあ、それを跳ねのけるようなね強さもね身につけていただければと思うんですけれども、はい、もうちょっと頑張りますまあでもだって何戦目プロ3戦目です。まだ3戦目だもんね、あんだけやるんだもん ね。でまだ20歳そこそこでしょ。20歳になりました10月で、ね、ありがとうございますね、いざ普通に喋ると ね若い女の子って感じだし ね、はい、ね、やっぱなんかもうおじさんのなんか喋りみたいになっちゃってきてあれなんだけどまあほんと今回ランキング1位ライカ選手、あ、そっか、ってことは1位ランクされる可能性だ、でまあ本当ほぼ、え、そうなんですか、じゃないんすか。おお、よっしゃ、ね、わかんないですけどね私ランキングはい、でもやっぱりね、やっぱ今はねランキングなくても1位の選手があったらまあそれ準ずるランクになるんじゃないですかね。ですね、そしたらまたこの次はタイトルだったり見えてくると思うんですけど、はい、いやもちろん目指してるとは思うんですけど、そうですね、その辺のなんかちょっと思いみたいなの聞かせてもらえます。まあ、今回階級を上げてあのフライでやったんですけど、だって規制はストロなんで、まあ、あ、そっか、はい、まあ、どっちが来てもいいように準備はしてるんですけど、まあ、強いんでタイトルマッチやらせてください、はい、私の方が絶対強いので、もうわっとこう見せる試合もできるし圧倒的に強いっていう試合もできる自信があるので、もう今年は試合終わりですけど、来年また2月3月に向けてしっかり作っていきたいと思うので、どっちに転がってもいいようにタイトルマッチやりたいですね。完勝だったと思うので、はい、はい、でもストロー級のがやっぱりいい、いいですでもフライでも問題ないと、あ、全く問題ないです私の方が強いです、はい、強気でいいですね、若いっていいですね、何しかできないですからねじゃあ本当最後にカメラ向かって一言お願いします。はい、もう本当に応援ありがとうございました。本当に皆さんが支えてくださっているおかげで格闘家重田のかは本当成り立っているので、次回も期待して見ていただければなと思います。とりあえず今年は試合終わりなので、はい、また来年に期待していてください。ありがとうございました。重田選手ありがとうございました。ありがとうございました。